はい、皆さんよろしくお願いします。ですね、今日はですね、ものすごく貴重な、本当に貴重な会だと思いますので、日本にね、2003年に脱北されて日本に来られてからはちょっと何年かはキムさんにお聞きしたいと思うんですが、今現在日本の大阪で、暮らされている脱北者のキム・ヨンジュンさんの、証言ですよね。北朝鮮がどういう国だったか、どういう体制だったか、だけどその中で、ちゃんとこう、なんていうのかな、親子の、なんていうの、親子愛があったり、友達とのこう、友情もあったり、年頃になったら、好きな女の人ができて恋愛したり、そういうね、こう、なんていうのかな、日本のメディアが、例えば、大手のね、メディアさん、朝日さんとか、読売さんとか、毎日さんとかが、北朝鮮に入って、北朝鮮のことを取材しても、監視下の元ですから、当局の。もう本当の姿っていうのは、映し出すことは、なかなかもう、やっぱり、無理があって難しい。というか、本当の姿なんて、北朝鮮は見せたくないわけですから、見せたいものだけを取材させて、監視がついてですね、出していいところだけ出すっていう形でしか、メディアからの情報ではわからない部分を、脱北して、初めて、北朝鮮から脱北して初めてこう、発言とか、発信の自由を得た脱北者の方だからこそ聞ける本当の実情ですよね。北朝鮮の本当の姿っていうものをぜひ皆さんに聞いていただきたいと思うので、今日、キム・ヨンジュンさんに出ていただいてお話を伺おうと思っております。北朝鮮やさぐれ記という、キム・ヨンジュンさんの、なんていうのかな、脱北じゃなくて北朝鮮でどのように生きてきたか、子供の時から、大人になるまでどのように生きてきたかっていう、青年のね、なんて言ったらいいかな、僕はこんな風に北朝鮮で過ごしてきたんですっていう、そういう本が去年の9月に発売されました。榊原陽子さん役となっております。あ、陽子さんじゃない、ひろこさんですね。榊原ひろこさんはですね、このミョンジュさんのお母さんなんですが、この方ですね。はい。このツイキャスでも何度か出ていただいてお話を伺っていますが、この帰国事業裁判の原告の方でも、あります。はい。榊原ひろこさんね、この北朝鮮の帰国事業について、北朝鮮への、こう、罪を問うといいますか、朝鮮総連だったり、北朝鮮政府を訴えてるんですね。で、損害賠償請求もしています。今、控訴審されてますので、まだ裁判は続いております。はい。で、この、榊原ひろこさんは、この裁判の原告の一人なんですが、ミョンジュンさんの方が先に脱北されて、で、その辺ちょっとね、詳しくちょっと今日ミョンジュンさんに聞きたいと思うんですが、お母さんと妹さん、自分のご家族も、脱北できるように手配をされて救い出されています。ミョンジュンさんが2003年に脱北をされて、その1年後に、お母さんと妹さんを北朝鮮から脱北する手配をされて、お母さんと妹さんも脱北されたということなんですね。
あ、そうですね。裁判費用のクラファンしてましたね。もう、今はもうクラファンちょっとしてないみたいですけど、してないみたいですけどって言っちゃったけど、してない方の、どうだったかな。すいません。まだ続いてるのかもしれませんが。クラファンってでも、ずーっとできないですもんね。期間がありますもんね。多分今は、してないんだと思います。はい。まあ、とにかく、明珠さんにね、お電話をおかけしますね。はい。もしもし。明珠さん。あ、はい、はい、こんばんは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。明珠さん、2003年に、北朝鮮から脱北されたんですが、最初は、まあ、本の方には脱北のことは書かれてないんですが、はい。北朝鮮から脱北するには、川を渡ると思うんですけれども、アムノッカン、ペクトさんを挟んで、アムノッカンか、トママンンガコ、です。あ、トマンガンですね。はい。どちらかから渡って脱北するっていう形がやっぱり、多いんでしょうか。大体、はい、トマンガンか、アムノッカンですね。あ、そうなんですね。はい。で、まず中国の方に渡って、いろんなところを経由されて韓国の方に入られると思うんですが、まあ、今日本に、いらっしゃる北朝鮮からの脱北者の方、約200名ぐらいというふうに言われてますが、皆さん韓国に入ってこられてから日本に来られてると思うんですけど、日本にいる脱北者たちは、はい。大体韓国行ってきた人は少ないだと思います。あ、そうなんですか。あ、大そう体なんですね。の確率がへ15から、なんあ、か。そうなんですね。すいません。私、この間ね、加瀬恵子さんが みんな韓国に行ってる人なのよって言ってたので、そうなのかなと思っちゃったんですけど、あ、そうなんですね。で、明珠さん自身は韓国は入ってないんですか？僕ははい。最初韓国に行って、はい。もし僕は日本に誰もいないから、はなんい。か日本に来る方、帰国者か、もう日本人かしかない。とりあえず、これ、日本の国からは、日本に昔住んでた人たちを助ける感じで、で、僕は最初も、僕のお母さんが帰国者なんで、僕は、そうですね。日本で、なんか調べるのができないんで、で、僕ああ。は、もう子供の時から日本に行きたかったんですけど、はで、い。最初は僕一人で逃げて、はい。で、韓国に行ったんですよ。で、韓はい。国から、なんか、プロカー、プブロロカーカで、さん、はい。お母さんと妹さん連れて行って、で、中国からお母さんがさっき日本に来て、で、僕は韓国でちょっと住んでたんです。で、ああ、なるほど。お母さんが、まあ、明珠さんより後に脱北されたけど、日本の方には先に入られたんですね。ああ、なるほど。そういうことですね。それで、まあ、もともと帰国者だったということを日本国政府にこう、報告して、まあ、住めるように手配をしてから、明珠さんや妹さんを韓国から呼び寄せたっていうことでしょうか。あ、そ韓ういう国ことかでらすとなね。く、僕はお母さんと妹を中国まで連れてきて、で、中国から日本に行ったんです。お母さんは、妹は。あ、なるほど、なるほど。はい。皆さんですね、去年の9月に出ている、明珠さんの本、
すごく、なんていうのかな、もう、はっきり言うと面白いんですよ。はい。私が今まで読んだ中で、はっきり言うと、北朝鮮に住まれてる方、住んでた方が、その北朝鮮の中で、なんかこう、ずーっとこう、苦しくて、貧しくて、っていう日々を過ごされてたっていうような手記を読むのが多かったんですが、明純さんの本は、なんていうのかな。なんかこう友達と、喧嘩したり、仲直りじゃないけど一応、なんていうのかな。いじめたり、いじめられたりっていうのがあったり、やられたらやり返すがあったり、あと、その、明純さん、結構その、10代の頃、初恋の後にもこう、好きな女の子が何人かいたりとか。はい、そうですね。でも、なんか今、書いた後はちょっと、もう誤解するっていうかね、うん、もう、とりあえず、あの本は、自分の経験、はい、そのままで書いたもんなんで、それは、今、もうあんまりそんなに、本って、本当はそんなに出版するまでは考えてなかったんです、ね。そうでしょうね。うん。まあ、それ、本当に書いたく、もちろん自分が経験したものなんですけど、うんうん、本ってそんなことまで書かなくてもいいと思いますけどね。いや、でもね、私は、ちょうどね、この本400ページぐらいあるんですけど、半分の200ページぐらいは、その、なんていうのかな、ミョンジュンさんが小さい頃から、どんな風に日常を過ごしてたかだったり、兄弟喧嘩があったり、お父さんとお母さんの喧嘩見て嫌だなと思ったことだったり、仲良く過ごしてたり、お父さんもね、お母さんも優しくしてくれたことだったり、こう喧嘩して嫌だな、厳しく教育されて嫌だなって、本当に正直に、何でも正直に書かれてて、だからこそ、こう、なんていうのかな、生き生きした、その、生きてるんだなって、その、私たちと同じなんだなって、こんなにまあ、その正直、日本と北朝鮮で、経済的な格差があったり、あと、自由度なんかも違いますし、全然。でも、北朝鮮の人たちも、その、恋をしたり、友達と喧嘩したり、殴り合ったり、その、生き生きと生きてるんだなっていうのが分かって、私は、なんか、初めて、その北朝鮮の自由さっていうのかな。北朝鮮の中でもその、自分の心のままにこう生きている人の言葉が読めて楽しかったんですよね。うん。それはそうですね。はい。はい。本当に楽しかったです。ずっと、もう、国がもう経済的にも、なんか、貧乏な国で、いろいろ、なんか、なんていうか、自由がないんだけど、ないんだけど、その中で、まだ友達、もう、まだ人の人生とかあるから、ね、そうですね。はい、そうですね。で、もう、育ってから、もう、脱北する間の生活なんだから、結構、悔しいんですけど、なんとか自分の青春が全部あっちにあるから。そうですよね。本当、本当そうですよ。青春。北朝鮮の若者の青春の記録ですよ。だから、ミョンジュンさん、その脱北するときに、例えば、北朝鮮からなんかこう、思い出のものって持ってこれなかったと思うんですけど、たくさんいろいろは。でも、その、まあ、日本に来て、まあ、去年本を出されて、自分の覚えてる限りの記憶をこう、順番にこう思い出しながら本にされたことは、すごくこう、これからのミョンジュンさんの人生に、なんか、なんていうのかな、忘れないでおくための青春の記録ができてよかったなと。うん、はい、私は思いました、素直に。なんか、ああ、なんか北朝鮮の人たちもちゃんとこう、苦
苦しいね、こう、いろんな監視下のもとで、日本ほど自由に、何でもかんでも自由にというわけにはいかないけど、やっぱり友達とこう、いろんな触れ合いがあったり、恋したり、親子でこう、揉めたり、仲良く過ごしたりっていう、本当になんかこう、生き生きとしたね、本当いい本だと思います。ぜひ皆さん、読んでいただきたいと思います。はい、本当に楽しいです。で、半分から後ろはですね、ミョンジュンさんがその、教科書ですかね。はい、そうですね、はい、教科書。教科書っていうのは、まあ、まあ、刑務所みたいなところだと思っていいですか？刑務所ですね。うん。刑務所です。はい。そこに、まあ、入っちゃってしまって、はい。まあ、そこで、まあ、囚われの身になって、こう、そこからはちょっとやっぱり、まあ、時代も厳しくなってきたっていうのもあると思うんですが、苦難の行軍の、はい、基金があったりとか、もうでもそこからはね、もうちょっとやっぱり読んでて、かなり前半とは違う後半の、ここまでやっぱ人権は無視されるのかっていう厳しさが見えてきたり、でも私が知ってるよりはもっとこう、なんていうのかな、賢く、うまく、ちょっとネタバレしちゃってもいいですか、本の。はいはいはい。いいですか？例えばですね、まあ、当たり前なんですけど、刑務所でね、囚人になってしまったら、はい、賄賂ってなかなかね、家族の面会でもらえないと渡せないと思うんですが、ミョンジュンさんは、なんと、はい、うまく話をするだったりとかですね、そういうので、こう、自分の立場が悪くならないようにとか、ちょっとでもこうご飯が多くもらえるようにだったりとか、はいはいはい、そういうふうにね、はい、はい、行動されてるんですよ。うん、はいはい。やっぱり人間って、その、楽しい話を聞くとか、そういう娯楽をどんな場所でも求めてて、それがね、ちょっと、対価が与えられるんだなと。ああ、それはもう。ねえ。はいはいはい。すごいなと思いました。例えば、あまりね、全部言うとダメなんでしょうけど、面白い話を聞かせてくれっていうふうにこう、言われたら、うまく話を、ちょっとこう、創作なんかも入れたりして、思い出したり作ったりしながら、うまく話を聞かせると、うん。相手の人を喜ばせることになるので、ねえ。うん。で、今までその、教科所っていうその、ま、刑務所に行く前に、韓国の、から見、韓国の、ドラマだったり、映画ですかね。はい。はい。それを、まあ、見ていたわけなんですが、ミョンジュンさん。やっぱりそういう映画も見れない人も多いので、はい、まあ、日本で言うと刑務官ってなるんですけど、はい、その、教科書で、捕まっている人たちを管理する人たちのことって何て言うんでしたっけ？いや、何だったっけ？安全人？安全人？って言われる。はい。はいはいはい。はい。で、教科書では先生って言われるんですよ、うんうん。なるほど。先生って呼ぶんですね。はい、はい。はい。なるほど。で、その先生っていうふうに、呼ばれる人たちにこう、面白かった映画の内容を教えてくれだったりとか言って、それを、ミョンジュンさんが上手に教えてあげたり。なんか、ここからはちょっと本読んだ人の楽しみに置いときますが、本の内容がセクシーなんかだと、相手が興奮してしまうと、うん。いや、そんなことないと思いますけどね。ねいや、そんなことではないと思いますけどね。はいはい。ねえ、なんか、いろいろ本当になんかこう、生き生きとしたその人たちの、いろんな人たちの心情が出てきて、面白いなぁと思いました。うん。ありがとうございます。はい。ぜひね、本当に皆さん、おすすめなので読んでください。私たちが今まで思ってた、勝手にこう想像してた北朝鮮とまた違う一面がすごく見えてくると思います。
うん。そうそうそう。政治犯収容所の管理している人たちも先生って呼ばれてましたね。はい、うん、そうですね。やっぱそういう偉い人のことは先生っていうふうに言うわけですね。はいはい、はい、言うわけですね。はい。うん、ミョンジュさんは結構その、日本からの、まあ、はい、お父さん、はい、お父さんやお母さんの、まあ、親戚の方、まあ、お父さんの親戚の方が多かったみたいですけど、親族からの、こう、仕送りとか、そういうもので、はい、日本製のものをお子供の時から使われてたと。はい、そうですね。はい、子供時ですね。子供時から、うん、はい。周りの子よりは、ちょっとやっぱり、そういう文房具だったりとか、はい、洋服だったりとかも、ちょっといいものを使えてたってことですか？そうですね、そうですね。その時は、もう多分、バーブルの時じゃない、なかったんでとか。なるほど、なるほど。日本もね、はい。80年だったから、はい。だったから、あ、好景気の時ですよね、日本も、確かに。はいはい、ああ、そっか。服まで全部切ったから、日本製の。はい。なるほど。じゃあ、質のいい、ものが使えてたんですね。はい、はい、はい。そうですか。なんか、そういう、やっぱりね、こんな靴を履いてただったり、こんなブランドの、スニーカーを履いてただったり、すごく事細やかに覚えてらっしゃって、うん、なんか、私は勝手に北朝鮮の庶民の人たちは何もおしゃれとかできないのかなと思ってたんですが、ヨンジュさんはすごくおしゃれだったみたいです。はい。うん。多分、大体帰国者たち、その時は、はい。その時は、僕の国でもなかったんですけど、うんうん、で一般の方はもう、はい、普通もう本当に怖い、その時どうだったか、もう子供時だったかわからないですけど、とりあえず国からもらうものだけで生活したから、そうですよね。はい、はい、我たち帰国者たちはもう日本からもらったお金で生活するから、うんうんうん、多分、うんまだね、はい、恵まれてた方だったんでしょうね。はい。で、意外とその、いとこの人たちとか、何度もいとこのお兄さんが、北朝鮮にも、来られて、会ってるんですよね。はい、はい、はい。うん。その、日本に住まれてる人たちが、例えば、ミョンジュさんの住んでるその北朝鮮に、渡ってきてくれた時には、こう、たくさんお土産なんかも持ってきてくれてたんですか？いや、そうです。で、とりあえずその時は、多分、うん、お金あ、はい。はいはい、もう、何十万円とか、10万円とか、20万円とか、両親にお金を渡して、うんうんうん、で、その後、なんか、宅急便みたいな、うん、これがね、はい切って帰ったら、うん、後に、なんか、宅急便、服とかね、大体服なんですけど、はい、ボックスがなんか何個ぐらい、うん、切った、そんな感じです、はい。いや、優しいですよね、親戚の方たちね、皆さん。めっちゃ、その親戚のせいで、多分、すいません、すいません。何今ちょっと切れちゃいましたね。すいません。再開してます。今ね、ちょっと切れた時にね、ミョンジュンさんがその親戚の人たちのおかげで、暮らせてたと思いますっていうふうに。はい、はい。はい。言われました。うん。ミョンジュンさんのお父さんは、その、まあ、たった一人で、帰国事業で帰るって言って、帰ってき、まあ、北朝鮮の方に渡ってしまったのに、はい。よっぽど三男だったそうですけど、お父さん。はい、よっぽどお父さん、ミョンジュさんのお父さんが可愛かったのか、おじいちゃんもね、後に、はいはい、
息子のともとこに行くっていうふうに、はいはい、はい、北朝鮮に渡られたそうで、おじいちゃんの記憶はあんまりないですか？はい、少しはありますね、少し、うんうんうん、少しぐらいあるんですけど、はい、僕はで87年か6年ぐらい、あの癌で病気で、はい、死んじゃったんですので、はいはい、亡くなった時の記憶は、うん、僕ちょっとあのなんか咳で、はい、ちょっと体が動かない、それしか覚えてないです。あ、そうなんですね。その時なんかこう十分な医療ってやっぱり日本ほど受けられなかったんじゃないかなみたいな。そうです。でも、もう本当に北朝鮮はもうちょっと、うん、もうかんっていうか、なんかとりあえずその時まで大丈夫だと思いますけど、うん、そのあと病院に何もないと思いますけどね。はい、はい、はい、そうですよね。あの、うん、後の話なんですけど、大体なんかあちこちで、うん、あのなんか病気の名前も知らなくて死んだ人結構多かったんですよ。はい、ああ、そうなんですね。うん。これね、今ちょっとミョンジョンさんからは見えないと思うんですが、はい、クロッシングの映画の、場面なんかの写真を使わせて皆さんに見ていただいてます。あ、はい、で、ミョンジュンさんが北朝鮮人権映画祭の時に、はいはい、登壇、まあ、トークショーで登壇されてお話しされてた中で、はい、されてた中で、はい、クロッシングは何度か見たけれども、まあ、自分が、実際に暮らしていた北朝鮮と、まあ、一番近いんじゃないかなという印象を持たれているということを言われてたのを覚えてます。はい、はい、で、あのちょっとこれはね、ものすごくちょっとあの思い出すのも辛い、まあ、たくさん思い出すのが辛いこといっぱいあると思うんですけど、はいはい、あの、クロッシングの中で、はい、まあ、クロッシング見てない方もね、いらっしゃるかもしれないんですが、このね、北朝鮮の、少年、主人公の少年が、すごく可愛がってるワンちゃんが、はい、まあ、お母さんが病気になったので、精をつけたい、精をつけるとわかります？ミョンジュンさん。栄養を奥さんにね、はい、つけてほしいっていうふうに思ったお父さんが、はい、まあ、ワンちゃんをこう、うん、まあ、ね、ほむるじゃないですか。はいはい。うん。で、それと同じことが、ミョンジュンさんにもあったっていうのが本の中で書かれてて、ああ、はいはい。もう、ミョンジュンさん、少年の時にそれはものすごい悲しみだったと思うんですけど。はい。はい。あ、はいはい。覚えてますか、よく。あの、僕のことですか？はい。あ、僕のことは覚えてます。うん。ワンちゃんのことですか？あ、そう、飼ってた、その、クマっていう、名前をつけてた。あ、はいはいはい。それはもうちゃんと覚えてます、ね。うん。すごく懐いてたんですか？そうですね。で、うん、あの、それ、そうですね。あの、結構、僕も犬が好きなんで。うん、わ、はい、かりますわかります。可愛いですよね。うん。うん、でも、それはちょっと悔しかったんですね、そね、いや、そりゃそうですよ。もう、相棒のように、ね、はい、ワンコってそういうもんじゃないですか、こう、可愛がってくれる人に、こう、盲目でね、うん、尻尾を振って愛情を示してくれるから、そりゃね、どれほど辛かったかと思います。でも、北朝鮮は、それは、その時はなかったと思うんで、もう、プリから、ちゃんと、ワンちゃんは、もう、
人間の体に一番いいものなんか結構選定するんですよ。だから、うん、それはもう、それ、もうそれ、それ食べるのが当たり前のこと。ああ、そんな感じだったんですよ。はい、そうなんですね。はい。もう、それはもう普通のことなんですね、北朝鮮では。もちろんです。それはもう、もう本当に普通のこと。ね、そっか。実際に、そういうふうにこう、まあ、肉を食べるっていうふうにしないで、最後まで犬を寿命が尽きるまで飼うってことはあまりないんですか？一般の人のお家では。それは、年取っても死ぬことですか？その犬が年取って死ぬまで食べないでずっと飼うってこと。ないと思います。ないないない。ないんですね。ないんです、ないんです。ああ。でも、なんか、めっちゃ、お金持ちっていうかね。はいはいはい。結構、見た、何人ぐらい見たかな？結構、お金持ち、ピョンヤンとかの。何百万円ぐらいもらう人もいるんですよ。はいはい。で、あの人たちは、今、日本とか韓国みたいな小さい、なんか、うん。小型犬ですね。はいはい。はい、本当に小さい犬あるんじゃないですか。うん、それは多分。うん、愛玩犬みたいにして買う人も。そうですね。それ。よっぽどのお金持ちだったらいるってことですね。でも、まあ、朝鮮労働党のトップの方の人たちとか、幹部の人たちとかはそういうことできても、一般の庶民の人たちは、はい。ねえ、もう自分たちが飢えてるぐらいですもんね。そうですね。そっか。今、日本に住まれてて、まあ、犬好きっていうふうにさっき、ミョンジュさんおっしゃったんですけど、ワンちゃん飼ってたりとかはしますか？しないです、しないです。あ、そうなんですか。飼いたいなって思いませんか？それはそうなんですけど、もういろいろ。お金もかかるしね。はい、そうですね。あて、なんか、もう、マンションが、犬ができないマンションで住んでる。あ、そっか、ペット禁止のとこなんですね。そうですね。なるほど。はい、そうなんですね。はい。ね、ミョンジュさんのお写真って出していいのかどうかちょっとわからなくて。はい。出してないんですけども。はい。北朝鮮人権映画祭でちょっと登壇されてた時のお写真は、ちらっと出しても大丈夫ですか？写真ですか？はい。出さない方がいいですか？いや、写真ですか？あ、じゃあやめときましょうね。はい。すいません。受かりました。はい。はい。ミョンジョさんまだお若いので、日本に、ね、今人生100年って言われる時代ですし、まだまだ今の倍ほど、健康寿命あると思うんですけど、ずっと日本で暮らしたいなっていうふうに思われてますか？そう、どうですかね。日本めっちゃいい国だと思いますけど、はい。なんかね、未来が見えないかな。まあ、なんか癖になっちゃって、その時の、多分時間があの時に止まったんじゃないですか。年取ったんですけど、はい、これです。その時、一日本当に生きていたから、これが癖になったんですよ。で、あんたのこと考えてないっていうかね、もう、年取ってと、これからどうするって、それや、考えたことないって。あるはあるかもしれないですけど、とりあえず、そこまで考えたくないんです。考えたくないんですよね。一日幸せになったらそれでいいんじゃないかと思います。何もね、こう、ああ、なりたい、こうなりたい、こうしたいっていう、なんかこう、いろんな望みとかは特になくて、一日一日がこう平和に終われば、それでいいんじゃないかなっていう思いですか。なるほど。はい、なんか、深いですね。
例えば日本に、来られても、20年ぐらい経ったんだと思うんですけど、約。はい。日本に行って、もう、12年、13年かな。あ、まだ12年か3年なんですね。はいはい。はいはい。もう随分慣れましたか？慣れてたというか、うん、もう、はい、学校ですね。一人ぼっちが、一人ぼっちで、生活するのが、楽っていうかね。うん。うん、そんな感じだった。慣れました。はい。慣れましたか。例えば、まあ、ご家族の方、妹さんとかお母さんとかは、まあ、一緒には暮らされてないみたいですけれども、はい。まあ、会おうと思えば会える距離にはいらっしゃるんですか？あ、そうですね。あ、なるほど、なるほど。で、はい、ご家族で集まる時もあるんですか？たまたま会いますね。あ、なるほど。で、日本の中でこう、なんていうのかな、まあ、在日の方だったり、別に日本人だったり、民族問わずにこう、友達たくさん作ろうかな、みたいな、そういうのはあまり思わないですか？そうですね、なんか、性格は変わったかな、子供の時はもう友達がなかったら増やすんで、でも今は、友達作るとかね、それはなんか邪魔っていうか、あんまり一人のがいいかなと思います。はい。そのなんかこう、性格が変わってしまったっていうのは、やっぱり、ああいう脱北前の経験だったり、多分それじゃないですか。はい、ああ、そういうのがね、いろいろこう、精神的に。そうですね。はい、残ってるんですね。でも、なんとか、なんか知り合いが全部死んじゃったもん。自分が知って、分かってる？なんか知ってる人たちがもう、はい、もうほとんど死んじゃったから、目の前でね。ね。そうですね、なんか、友達とかいらないんじゃない、ないかと思います。なるほどな。せっかく仲良くなったり、楽しく、いても、別れが来るから、いらないんじゃないかな、みたいな。そうですね。そういう、こう、心がね、まあ、冷めてしまうというか。変な、ちょっと経験を知って、うん、で、それから、なんか、性格がちょっとおかしくなったんじゃないかと思いますけどね。で、普段、なんか、子供の時は、もう、普通の冗談っていうかね、すごいな冗談でもするんですけど、うん、今は、もう、こうしたら、この人はこう、どう考えるか、もう、それは結構、いっぱい出す、思ってて、それ、もう一人が、誰にも邪魔しないように、生活したい、気が楽だっていうことですね。はい、はい。いろいろ干渉されたりするのもしんどいしっていうのも、そうですね。あったりするんでしょうか。なるほど。ちょっと本のね、ネタバレになってしまうんですけど、はい。結構その、北朝鮮の中で、日本で言う、まあ、ぐれてしまうというか、ぐれるってわかりますか？違う。ぐれる？ぐれるっていうのは、まあ、やさぐれるのぐれるなんですけど、あ、はいはい。はい。ちょっとこう、不良ってわかります？不良？うん。わしは知りません。まあ、関西で言う、まあ、ヤンキーみたいな感じなんですけど、ちょっとわかります？ヤンキーは知ってるんですけど。はい。はい、こう、なんかこう。ヤンキーはアメリカのヤンキーですか？アメリカのヤンキーじゃなくて、はい。まあ、やさぐれるってことなんですけど。僕も、なんかやさぐれって、いや、そのやさぐれが何か、なんか、それがちょっとわからないんですよ。あ、わからないんですね。はい。はい。はい。あ、じゃあ、ミョンジュンさんのこの本のタイトルをつけられたのは、ミョンジュンさんじゃないわけですね。いや、なんか、あっちから、これ、はい、しますって、どうですかって聞いても、僕はわからないから、はい。
まあ、とりあえずもプロたちが決めたんじゃないですかって。そうなんですね。そんな感じでした。はい、あ、そういうことですか。なんか、ね、その時なんか意味聞いたの聞いたと思ってないんですよ。うんうん。本当さっき言った通りで、なんか半分っていうか、なんかちょっと誤解するみたいな、あそここの本ちょっと、うん、それ本当に、あの、なんか短い時間で、はい。あの、はい。脱北者たちの、あの、なんか、韓国にいる脱北者たちの際とか、あの、なんかネットみたいな感じ、うんうん、あの、集まるところがあるんです。ネットで集まるところがあるんですけど、はい。ここになんか毎日書いたもんなん、もんでした。で、それを岩間先生が見て、はい。とりあえず、制約して、で、それがなんか本人だったから、ああ、僕か、自分が書いたもんなんですけど、うん、ちょっと、あの、本当細かく書いたから、はい、それはちょっと誤解するみたい。あんまり宣伝したくないっていうかね。あ、ごめんなさい。いや、私はね、すごくいい本だと思いますよ。三浦先生が最後に後書き書かれてるんですけど、三浦先生もですね、北朝鮮社会の自由の出現だと。この本本当に画期的だって。自分で生きる道を切り開く、その、ために、その、若者とたち特有のね、あの、喧嘩だったり、暴力沙汰だったり、うん、あと、それは、とりあえずさ、僕は本当にそれ書くときは、僕は、あの、北朝鮮にいるときは、そんなもんもありましたとかね、それは書いたかったんですけど、うんうん、とりあえず自分が経験したものだった、ものだから、うん、普通、あの、それ読む人たちは、北朝鮮を見るんじゃなく、僕を見るから、その時期が自分、僕の時期じゃないですか。そうですね。だから、僕を見るから、うん、それが恥ずかしいっていうかね、年取ってもね。いや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 、あのね、こと細かいよ。あの、私もこうこうこうでしたとは、ちょっと、言うのも恥ずかしいんですけど、あの、若い時はみんな無茶なことやったり、家で、やります、やります、みんなやります、家でしたり。やるのはやるんですけど。そうです、そうです。うん。でも、なんとか、それ、やるんですけど、うん、自分のこと全部オープンするのはしないじゃないですか。ね、いやー、なんか、その北朝鮮の中でも同じなんだなって、やっぱり若い人って。そうですね。だから、うん、それが自分のことじゃなく、例えばもう本みたいな。うん。彼、僕とか私じゃなく、はい。もう、誰の名前とかね。それだったらね。まだね。そんな感じ。でも、はい。なんとか、まだ、確信っていうかね、うん、あ、それ、よく書いたとかね、その確信がないっていうかね、あ、今はそんな感じですよ、気持ちがね。うん、共感ってわかります？同じって思う、あ、そうそうっていう感覚。あ、はいはい。それを私、これ読んでて、すごく感じました。あ、そうですか、うん。ありがとうございます。はい。あ、そう、その学校で、ちょっとこう、いじめられたり、やり返したり、あの、やられっぱなしじゃなくて、ちょっと強くなってね、やり返すと、相手は黙るだったり、はい。うん。ちなみに、やさぐれ、とか、その、グレるっていうことって、三浦先生はアウトローって書いてるんですけど、はい。アウトローだとわかりますか？なんとなく。ああ、こう、は、なんとなく、なんとなく、はい。反抗するみたいな、社会に反抗するみたいな。うん。ああ、そうですね。うん。なんか、はい。はい、はい。なんとかわかります、はい。はい。そういう感じの人ってね、やっぱりいるんだなーって。なんか、うん。はい、なんか、ドンキョテみたいですね。そうですね。そうそうそう。あの、ミョンジュンさんは、その、日本からの、まあ、親族の人たちが送ってくれてたものだったり、お母さんがお金で北朝鮮の中で集められたのか、その、意外と、その、いろんな物語ですよね、世界の。
そうですね、自動文学って言われる、いろんな世界の物語、はい、ガリバー旅行記だったり、はい。はい。ルパンね、ルパンだったり、いろいろ本読まれてたんですね。なんかそれがね、うん。そうですね。うん。子供の時からね、それ、ね、なんかいろんな世界の本を読んで、うんうんうん。僕だけかな、とりあえず、国が、こう、資本主義じゃないですか、基本線は。はいはい、なんか大人っていうか、とりあえず本は、うん、本読むのは、なんとか、うん、本読みながら、なんとか勉強するっていうかね、本ってなんか、うん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 、で、子供の時からなんとか本読んで、その本みたいに、住みたかったっていうかね。ああ、でも空想が広がりますよね。そうですね。うん、はい。本と、例えばドラマとか、本と、現実は違うんじゃないですか。うん、そうそうそう。でも自分がね、子供の時からなんか多分本みたいに生きて生活したかったかな。うん。いや、わかります、わかります。はい。いや、子供の時はなおさら本にのめり込んで、この世界がその、まあ、フィクションだって、まあ、作り物だっていうのも、どっか分かってるけど、もしかして、本当にあるんじゃないかな、みたいな、空想をして遊びますよね。そうですね。よく私がやってたのは、寝るときに、こう、目をつぶって、勝手にこう、空想した世界の中で自分がこう、いろんな好き勝手なことをしたり、する、なんかこう自分の中で作った映画を自分の中で見るみたいなことを毎日のようにやってたのが楽しかったのを覚えてるんですけど、そうなんです。だから、ミョンジュさんってそういう子供向けの童話だったり、小説だったり、そういうものがね、こう、いろいろ、まあ、多分、当時の北朝鮮の一般の、人の、一般の子供たちの中ではたくさん読まれてた方じゃないかなと思うんですけど。ああ、そうですね。でも聞いたら、たくさんではないですけど、好きな人、好きだった人が、はい、結構多かったらしいんですよ。もう僕までかもしれないですけど、とりあえず、なんか結構、たっぷさの愛、中で、結構読みましたって言われる人がね、はいはいはい。そうなんですね。なんか、そういう。でも100人、例えば、たっぷさ1000人、100人ぐらいで1人かな、はい。そんな感じ。そうですよね。珍しい方ですよね。はいはい。ね、だからそういう、こう、いろんな童話だったり小説読まれてて、そういう影響力が、はい。ミョンジュンさんの性格に強い影響があったんじゃないかな、みたいなことを三浦先生が書かれてますね。あ、そうですか。あと、その、女性に対する、恋愛のね、なんていうのかな、相手に対するこうアプローチっていうか、その、好きだっていうふうに伝えたり、相手をこう、くどき落とす時も、すごく自由度が高くて、なんか私、北朝鮮の人が、なんかこんな風に女性にこう、駆け引き恋愛の駆け引きしたり、するんだと思って、なんかちょっとドキドキしながら。ああ、でも僕はそんなタイプじゃなかったんですか？ねえ、ねえ、持ってたでしょうね。みんな、僕はなんか、そんな感じだと思いますけど、周りからの友達の言えないは、はい。僕と、みんなバラバラなんだからね。うん、どんな風に言えないしとか、細かくは知らないんですけど。いや、それ、はいはい。はい、世界共通で女の子はですね、ちょっと悪いタイプの自信のある男の子に、こう、弱いんですよ。ぐいぐいっと来られると弱いんですよ。子供時ではないんですか？いやいや、だから、あ、これはミョンジュンさんかなりモテただろうなと。ああ、そうですね。でも、はい、今は、なんか辛い時に経験あるから、うん、もう今、全然、そんなもん、
思ってない、あの、そんな、その時の気持ちを持ってないんですよ。ああ、そうですか。そう、そうです。うん、でも、またそういう、日本の中でそういう、なんか、ね、恋するような、いい出会いもあるといいですよね。うん。そうですかね。うん、いいと思いますよ。それも、なんかこう、あの、若い時とはまた違う、こう、激しくない穏やかな恋愛みたいなのも、ね、いいんじゃないかなと思ったりもしたんですけど、あと、もうこれはね、皆さんにぜひぜひ、私がその、人権映画祭で、ミョンジュさんがお話しされてたことを、このね、放送で言ったことがあって、あ、はい。まあ、ミョンジュさんが、その、強化所っていう日本、北朝鮮の、刑務所にいた時にの、文章の中にもあるんですが、ちょっと引用して、そこの部分だけ読みますね。はい。はい。ミョンジュさんがその、読む前にね、ミョンジュさんがもう一回、聞いた方もいらっしゃると思うんですけど、もう一回ここで言うと、その北朝鮮人権映画祭で、クロッシングの感想を聞かれた時に、はい。女の子がね、この今皆さんに見ていただいている、この少年と女の子、仲良しなんですよ。幼馴染みたいな感じでね。はい、うん。で、どちらも収容所に入ってしまって、もう、劣悪なね、環境、悪い環境の中で、栄養失調で女の子は背中も皮膚病で、もうひどくただれて、苦しんでて、栄養失調もどんどん進んでてっていう時に、男の子との自転車の二人乗りのシーンで、女の子は死んでしまうんですよね。後ろに乗ったまま。はい。で、そのシーンを見て私たちは、ああ、女の子はとうとう、こと切れるって言うんですけど、死ぬこと、こと切れて死んでしまった。もう、体が持たなかったんだなっていうふうに。はい。見てたんですが、はい、ミョンジュさんは、その、北朝鮮人権映画祭で、自分の意思で死んでいったと思いますって、おっしゃったんですよね。はいはいはい。うん、今死にたいっていう、その意思で、死んだと。はい、で、はい、その周りの、登壇者の方たちが、どういうことみたいな感じで、はいはい。首を吊るわけでもないし、こう、ね、自殺するように、そんな意志で、命が、その、命のね、火が消えるみたいな、その、死んでしまうみたいなことって、どういうことみたいな感じで、みんながこう、ミョンジュさんに、はい。質問してた時に、ミョンジュさんは、その、刑務所の中で、そういうものをたくさん見たと。はい。はい。で、本の中でどういうふうに書かれているかっていうと、ちょっと読ませていただきます。囚人にとって最も恐ろしいのは、自分の置かれている窮状に絶望することだ。信じられないかもしれないが、栄養失調の患者は何を考え、どんなことを思い、考えるかによって生と死の岐路が分かれる。非常に稀に見られる現象だが、というふうに。一マス一つの器で持ちこたえる囚人もいるっていうふうに、まあ、気力でその人がもう生きる気力を失ってしまったら、体の方はもうちょっとあと一週間とか二週間とか持つはずの体力が残っていても、はい、もう死んでしまいたいと思ったその気力で死んでいく人をたくさん見たと。はい。はい。そこの部分を、お聞きしたかったんです。それはね、ミョンジュさん、やっぱり日本では、日本の国内で日本で生まれて育った私たちには、やっぱり、その、想像ができないと言いますか。でも、それちょっと簡単に考えたら、はい、例えばですね、なんか事故とか、うんうん、事故とかも大きな、はい、結構でかい事故が起きて、なんか、はい、もう
死の火事、もう、まあまあ、ギリギリな、命がギリギリないとは言うじゃないですか。うんうんうん、危ない日ね、瀕死の状態ですよね。まあ、はい、ね、うん。はい、でも、ドラマとかも出るんですけど、はい、現実でもね、それがあると思いますけど、その時ね、なんか、ウサさん、ウサたちも、自分が頑張ると起きるかもしれない。いろいろそんな話あるじゃないですか。あります、あります。はい。はい、それと一緒だと思いますね。ああ、はい。なるほど。はい、私、病院で勤めてる看護師なんですけど、はいはい。はい。例えば、お医者さんってもう、手を尽くしましたと。できる限りのことはしました。あとは本人の、はい、頑張っていきたいっていう気力の問題ですっていうことをよく、そうですね。家族に言うんですね。うん。はい、それだと思います。ああ。はい。なるほど。もう未来もないし、うん、もうとりあえず死ぬのはもうかなり死ぬから、じゃもういいかって自分の意思で、あ、もうそれでいいやって力抜いたら、死ぬと。そこまで、そんな最悪の状態になったら、それが起こりますね。そんなもん、そんな、はい、そうなんですね、自分の意思で命を、はい。うん、もうこれ以上、はい。犠牲したくないという、まあ、ね、最後の自分の意思ですよね。そうですね。はい、明寿さんはそうやって亡くなっていく人をたくさん見て、目の前でね、どんどん死んでいく人を見て、はい、ね、死んでしまった人と一晩、真横でね、同じ、部屋で過ごしたりとか、すごい経験もされているわけですけど、はい。自分もそこまでその気力をなくしてしまうようなことはなかったですか？いや、僕はもうその時はね、うん、本当にそれ考えたことないんですよ。もう本当にもう毎日毎日生きていくために、もうかなり命残ってね、はい。悪許可書って言って、もう韓国に逃げろとね、ずっと考えたんですよ。あ、そうですか。はい。そうです。もう一回もね、あ、もう、それで結構とかね、それ考えたことはないですよ。この国を出ようっていうのは、その、刑務所の中にいる時から思ってたんですね。もうその前から、うん。なんか、捕まう前に、うん。なんと、なんか、韓国に逃げる話があったんですよ。はい。逃げるか。逃げましょうとかね、うんうん、そんな話があったんですよ、うんうんうん。で、その時僕は捕まったんですよ。ああ、はい。その前に、1995年かな、うんうん、5年 ?5 年か6年 ?1996 年か、ハンジャンヨッさんってわかりますね。ハンジャンヨッさんってわかりますか？ごめんなさい、わからないです。ああ、なんか結構、北朝鮮の、キム・イルソンとキム・ジョンウンと一緒に、なんか、土屋サザンって、はい、あれを作った人が逃げたんですよ。うん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 、1996年2月かな、うん。で、それが結構、北朝鮮で噂になっちゃって。あ、やっぱりそういうのは漏れるんですね。隠しても。はい、うん、それだけでもね、なんか結構、いや、もう、韓国で逃げるの、多分1000点だと思います。僕もその時、逃げると思ったんですから、で、その人が逃げた時、もう結構有名な人だったから、はい、今知ったんですけど、で、それも多分先天っていうかね、もう北朝鮮が嫌な人たちは、その時、いや、我たちも逃げるのができるかもって思ったと思います。僕もその時逃げるつもりだったんですけど、なんか運が悪いっていうかね、捕まって。うん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 、そうか。そうですね。そうですか。もう、そっか。もう気力をなくすことは一回もなかったんですね。もう死ぬ前まで何回ぐらい行ったんですけど、でもその時は、まだ若かったし、うん、もう10代だったから、もうそ、いや、僕死ぬとかね、それは考え、そこ、もう本当にギリギリだった。だったんですけど、うんうんうん、本当に考えたことない。多分その時考えたら死んじゃったと思いますね。なるほどな。これは本当に
真理だと思います。本当にこの、生きるんだっていう、生き抜いてやるんだっていう気力を失わない限り、こう、奇跡とかも起きるんでしょうし、チャンスもね、訪れるんでしょうし、それが証拠に、まあ、皆さん本読んでいただきたいんですが、こんなことまでして、よく無事だったなっていうような、何度も、びっくりするようなことを乗り越えられています、ミョンジュンさん。よくこんなものを、飲み込んで生きてたな、だったり、ねえ、よくそれだけ出血したり、大怪我したり、事故が起きても自分一人だけ生き残ってたり、本当に数々、よく生き残ってきたな、っていう、経験をね、されてますよね。そうですね。でもそれが癖になって今もそんな感じです。なるほど。自由の国に来たんですけどね。でもそれがね、ちゃんと癖になっちゃってね。そんな感じで今生きてきます。いや、いいですよ。もう自由でいいと思います。ミョンジュさんが朝起きて、その日一日始まって眠るまで、好きなことをしたらいいと思います。好きなものを見て、はい、好きなものを食べて、まあそんなね、お金もたくさん自由にはならないかもしれないけど、でも、お腹いっぱいは食べることは、もうそうですね。ね、できると思うし、まあ、贅沢をしなければ。そうですね。うん。日本食はどうですか？もう慣れましたか？あ、もう慣れました。あ、そうなんですね。はい。はい。なんていうのかな。今、SNS とかで、はい。Twitter とか Facebook とか Instagram とか、そういうふうにこう自分で発信する人も増えてたり、あと、ミョンジュンさんのように脱北者の方が YouTuber になって、はいはい。YouTube にこう自分が経験してきたことを話したりする動画を出されたりとか、そういう人もいますけど、はい。ミョンジュさん自身はそういうのをやってみようかな、みたいな気持ちってありますか？いや、たまたまやったことあるんですけどね。あ、そうなんですね。はい。はい、はい。今はちょっと気が向かない感じですか？もうライブみたいな。はい。今はしないんですけど、はいはい。たまたま。うん。はいはい。するんですけど、うん。でも、とりあえずするのはするんですけど、まだ YouTube とかしないですね。SNS、うんうん、とかしない。ね、ライブで、うん、あまり、はい、自分が経験したことを言ったりとかね、はい、するんですけど。うんうん、はい。人権野菜の時に、こんなことも言われてて、山田先生と一緒に東大に行って、はいはい、大学生の方と、こう、ディスカッションというか話し合い、まあ、ミョンジュさんの北朝鮮での暮らしだったり、脱北の経験だったりのお話を聞いてもらったと思うんですけど、はい。はい。日本の大学生の、まあ、しかも東大っていうのは、まあ最高峰になるんですけど、日本ではね、はいはい、学位で言うと、はい、一番賢い学校というんですかね。はい、そうです、ね。はい。若者たちの反応はどうでしたか？一生懸命こう真剣にミョンジュさんの話を聞いてましたでしょうか？そうですね。なんか、結構、はい、結構、なんか、とりあえず、北朝鮮の問題に関心があるから、うんうん、集まったと思うんで、はい、なんか、でも、なんかいろいろ聞いたんですけど、とりあえず、うん、僕はその時、いや、もう、日本で生まれて、東大まで入ったので、うん、ね、すごいですね。東大までね、もう関心持ってるんだと、それが、なんか、自由っていうかね、うん、自分が関心持ったら、うん、もう、北朝鮮の、とりあえず、なんか、結構、日本は自由が結構自由すぎだと、それ結構思いました。ああ、自由すぎだと、なるほど。ああ、なるほど。
まあ、こんな日本みたいな自由すぎる国でも、はい、こういろんな不満を抱えてる、人がたくさんいて、飢えなくても命を絶ってしまったり、はい、うん、そういう人たちもいるんですけど、そういう、なんていうのかな、心の病気、うん。そうですね、なんか、もう、僕は育ったマキドシンなんですけど、はい、その時は地上の楽園っていうかね、うんうん、もう世界で一番、なんか、一番栄っていうか、うん、素晴らしい国だっていうふうにね。言われたんですよ。はい。で、こう、でもその国で育って、勉強しながら、うん、で、いろいろ経験して、韓国に行って、で、また韓国から日本まで来たんですよ。うんうん、で、もう今まで40代、40過ぎて、うん、ちょっと、もう個人的な人生なんですけど、個人的な考えもあるんじゃないですか。うん、自分個人の考えろ、はい。で、思ったら、うん、もう完璧な国はないと。うん。本当に逆にね、共産主義って、もうちょっと、北朝鮮は共産主義って言われるんじゃないですか。はい。はい、でも、本当に僕は考えたら、日本が共産主義じゃないかと。ね。共産主義にもっと近いっていうか。日本がね。はい。はい、日本の方がまだ富を分け合えてるなと。そうですね。感じたってことですね。富というか、その、みんな、そんなに飢える人もいないし、食べれてるし、ってことですね。なるほど。私も、世襲たちもね、うん、本当に、国民のために、てか、だから、もう、共産主義でも資本主義でもね、うんうん、とりあえず国民のために、なんとかなんとか法律とか作るじゃないですか。はい。うん、でも、本当に北朝鮮はプチだけで、本当にね、でも、日本とか韓国とかね、なんとか、なんとか法律ができて、その法律を守りながら、うん、で、生活ができなくて、もう、例えば、もう、コロナで、こう、10万円あげたり、全国民に、はい。10万円あげたりとか、ね、もうするんじゃないですか。はい。北朝鮮はそんなこと、もう、本当に、もう、そんなことはないから。そうですよね。そうですね。うん、生活ができない人にはお金も来るしね。うんうんうん。そんなたくさんではないですけど。うん、で、いろいろ、日本が共産主義近いんじゃないかと。なるほどね。自分で思いました。はい。社会保障もちゃんとしてるっていうふうに思ったということでしょうね。そうですね。それもあるし。うん、なんか、僕。うん。うん、なんか、結構、昔のことやっぱ、ショップで、はい、寝ていたから、そんな、2020年はい。もうコロナ禍入ってすぐの時ですよね。そうですね。はい。8月ぐらいね。はい。歩いたんですか、はい、大阪から東京まで。はいはいはい、はい。でね。なんと、日本も経験したんですけどね。もうびっくりしたのは。はい。なんか山奥までね。うん。電車が、もう本当に山奥に、小さい電車がね。うんうんうん。入るからね。それ見て、もう、その、何人いるかも知らないんですけど、駅人もないし、なんか、切符売り場もない。うん、ねえ、無人駅って言うんですけどね、ああいうの。なんかそれ見て、うん、それ、例えば、お金で考えたら、もうお金ができないじゃないですか。そうですよね。はい、マイナスだ、マイナスだと思いますけど。はい、もう赤字なんです。赤字なんですけど、うん、そこまで電車が入るのが、うん、本当に、国民のために、本当に人間が中心、日本は人間が中心っていうか。なるほど。それを思いました。ああ、ね。こんな山奥までちゃんと一両しかないような電車でも走ってるっていうのは、はい、そこに住んでる人たちの暮らしを守ってるんだなと。そうですね。思ったんですね。なるほど、ね。いや、でも、すいません。ちょっと質問も来てるんですが、何日間かかりましたか？多分、
22日ですかね。20日ぐらい。はい。この、北朝鮮の本の中には、はい。まあ、ごめんなさいね。たくさん、ネタバレしちゃうんですけど、ミョンジュさん、はい、泥棒されてしまう、お金取られちゃったり、はい、大事なものを取られちゃったりするところ何回か出てくるじゃないですか。はいはいはい。日本でその、野宿とかもされたんじゃないかなと思うんですけど、その歩いてた時、泥棒には合わなかったですか？いや、そんなこともなかったし、あ、よかったよかった。うん。山で、もう、最近、なんか、天気の問題かなの、はい、なんか、結構、夜になったら結構黒いんですよ。うんうんうん。でも、前が見えないぐらいね。ねえ、なりますよね、そりゃ。うん。この子は、日本そんな山が多かったのは知らなかったんですけど。ああ、そうですか。日本結構山が多いんですよ。でも、そうですよ。夜に、その時夏だったから、山に歩いたんですよ。うん、夏に。あ、なるほど。なるほど。昼間に昼間に木陰とか涼しいとこで寝て、夜の方が涼し、まだ太陽の、はいはい、照りがない時に歩いた。うわ、すごいですね、でも。まあ、タンネルも結構、ちょっと怖かったんですけどね。いやいやいや、すごいなぁ。タンネル？はい。結構、長いトンネルもあったしね。はい、ありますよね、何キロもあるような。はい、うん。へぇ、ちょっと怖かったんですけど。うんうん。でも、もう、本当に何も起こってないしね。へえ、すごい経験しましたね。え、そうですかね。はい、なかなか、うん。なかったんですよ。もう、余裕があったら、はい。全国、まあ、そんな、夢があったんですけど、はい。ちょうどコロナが来てね。うん。はい、いやー、だいたい650キロから700キロぐらいあるんですよ。あ、そうですね。東京、大阪、うん。650ぐらいかな。いやー、でも、すごいなー。うん、だいたい約1日40キロぐらいは歩いてる感じかな。多分そんな40キロ、30キロですよね。うん、いや、食べるものとかはもう、コンビニとかで買ったり、道の駅とかですよね。うん、そうですね、コンビニで。うん。だいたい、その時はコンビニで。で、はい。そうですか。いやー、でも、すごい経験しましたね。日本人でもなかなかそれをやったことがある人いないですし。いや、そうか。まあ、でも、日本、歩いていろいろ日本を見れた。すごい経験ですね。日本のこんな山があるんだだったり、こんな山奥まで人住んでるんだだったり。そうですね。ね、いろいろ見られたんですね。とりあえず、心にね、なんか、こう、なんとかね、それ、なんていうかな、なんで、日本語ちょっとわからないんですけど、はい、なんか不安が結構あるんですよ。うん、不安っていうかね、あれ、何ですか、もう腹立つな気持ち、何かわからないんですけど、もや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 みたいな感じですか。はい、それがね、もやもやイライラ。まだまだ年取ったんですけど、まだ北朝鮮のこと考えたらね、腹立つんですよ。いや、そりゃそうですよね。でも、自分が怒って、もう、ねえ、もう過去のことにをどうすることもできないですもんし、ね。もう個人的にはね。うん。もう、例えば、金正恩とかね、殺されもできないしね、はい。そうですよね。私も殺したいですけど。そうですね。はい。もう、できないから、イライラしますよね。まだ今も、飢えて苦しんでる人たちがいると思うとね。で、もう、それ知ってるかもしれないんですけど、脱北者二人が韓国に脱北したんです。海で、船に乗って脱北したんですけど、こんにちは、調査して、なんか、北朝鮮で殺人したと言って、ああ、はい、はい。はい、
なんか、たくさんの人っていう人たちですよね。で、うん、それもね、なんか、聞いたらね、もう本当に、じゃあ、ありえない感じ、うん、あれ、うん、で、北朝鮮って、あの、民主主義国で、なんかちゃんと裁判とかね、弁護士とか全部あるのに、うん、なんとか、あと、もうこれ、本当に今日で全部、あれ、できるかなと思ってね。その時、その時本当に、わあ、もう、ありえない、うん、21世紀韓国でそんなものが起こるんだと思ってね。うんうんうん、いや、よくわかります。はい。うん、今の、ユン政権は、多分、送り返すようなことはしないと思うんですけど、ね。しない。文在寅政権の頃ですよね。その時、同じ人たちが、全部捕まったんですよ、はい、今、はい。全部ではないですけど、はい、もうまだ、昔の大統領は、文さん。はい。文在寅は、まだ捕まってないですけどね。うん、もうその、知ったの人たち全部今捕まったんですよ。はい。でも、本当にそれ、韓国の法律でもね、不法だと思いますので、実、う、行、ん。もちろんそうですよね。うん、本当に僕はもう殺人者だと、本当に死刑まで した方がいいと思いますけど、うんうんうん、でも、本当にそれ、やったかい？いやいや、証明ができないんじゃないですか。はい。うん、はい。本当に。ね、もう、勝手に罪を、そうですね。捨てられてる可能性もありますよね。もう、なんか600年、1700年の、なんかやり方でね。うん、今、20世紀民主主義国でね。はい。それがね、起こったからね、びっくりしてね。うん、僕は目の前で、本当に死刑数を結構見たんですよ。だからそれがね、もうちゃんと笑ってって、あの人たちの気持ちが笑ってって、僕に渡ったというかね、それ、でも、個人的に何もできないからね。そうですよね。でも、その銃殺される人たちの銃の音もね、ずっと聞いてて、帰ってこなかったらあの人たちは死んでしまったなっていうふうに。そうですね。うん、思ってた。北朝鮮から脱北された川崎恵子さんに、この番組に出ていただいたこと2回あるんですけど、はいはい、夜になったら眠れない、目をつぶってもいろいろ思い出したら寝れなくて、はい、もう重度の不眠症になっちゃって、はい、朝日が昇る頃になったらようやく目、なんかこう眠りにつけるんですって言われてました。だから、はい、43さんと同じだなって、夜になったら余計にこう思い出す。昼間よりも余計に思い出して、目をつぶったら余計に思い出して、思い出したくないのに思い出してっていう。そうですね。ねえ、そういう感じになるんですね。もう今、過去の話、とりあえず忘れた方が一番いいんですけど、うん、忘れるのが結構難しいんですよ。そうですよね。なんか、もうとりあえず忘れるために、あれ言ったりとかね、うんうんうん、気温がしんどかったら、ね、なるほど。体がしんどかったら忘れるんじゃないかと思って、うんうん、なるほど、気をね紛らわしたいんですよね。なるほど、最後に明珠さん、ごめんなさい、長くたくさんお話していただいてきまして、いや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 、ありがとうございます。最後にやっぱり自分が生まれた国ですから、北朝鮮のいい思い出だったり、はい、好きなもの、食べ物だったりね、好きな景色だったり、楽しかった思い出だったり、子供時代に遊んだ記憶だったり、いいこともいっぱいあると思うんですけど、記憶の中に。北朝鮮にどういう国になってほしいですか、これから。もう、ここは正直に、もう、思うまま言ってください。いや、どんな国に、ね、僕は、とりあえず、うん、北朝鮮はね、うん、もう、とりあえず、民主主義になってほしいんですよ。ね、そうですね。なんか、民主主義っていうか、政治、はい。金さんたちは子供たち、とりあえず国民が、大統領を、なるほど。リーダーをね、世襲じゃなくて、国民が選べる、選挙で選べるってことですね。そうですね。それから、それから始まるとね、それができないとね、ちょっと、もう、あとはまあ、金正恩の息子か、ね、はい。
できるんじゃないですか。もうちょっと、そんな感じでね。キム王朝の政権が世襲が続く限り、この、まあ、悪政って、悪い政治っていう意味なんですけど、ね、悪い政治が終わらないと。うん、そうですね。だから、もう、僕は、脱北者で、はい、お母さんも、日本まで来て、うん、日本の国のおかげさまで、日本で今住んでるんじゃないですか。はい。で、もう、僕も助けたし、今、まだ、日本人の妻の問題もあるんじゃないですか。はい。はい、いろんな、ナチしたりとかね。そう、拉致被害者もね。問題もあるしね。はい。でも、もうだんだん、時間が過ぎて、もう亡くなったりとかね。うんうん、その時の関係者たちも結構、もう亡くなるじゃないですか。はい。はい。みんなね、人間寿命がありますもんね。でも、だんだん記憶にの、もう残ってないっていうか、だんだん関心がね、そうです。日本の中でも関心がね、もう、ね、残酷なことなんですけど、国民の関心が薄れてるんです。そうですね。はい。それは、なんとか、北朝鮮が変わらないとね。はい。こっち、ここにかけてもね、とりあえず、金さんたちの国がね、はい、国じゃない国がね、潰れちゃって、とりあえず国民が大統領を決めてね、はい、それからだと、いろいろね、うんうんうん、横田めぐみさんの問題とかね、はい、2回じゃなく、うん、ちゃんとどんなふうに拉致されたとかね、うんうん、分かるんじゃないんですかと思います。はい、はい、民主主義国にもし北朝鮮がなったらいつかは。帰ってみたいななんて思いますか？そういうふうに体制が変わっていい国になったら。そうですね。うん、死ぬ前には、もう自分が生まれたところなんだから。ですよね。お父さんのお墓もあるしね。そうですね。はい。金さんたちは、本当にまあ、うん、嫌いですけど、うんうんうん、でもそれと別で、自分が生まれ育ったところ。うん、そう。行きたい気持ちがね。ねえ、ありますよね。当たり前ですよね。うん。よくわかりました。もう、それが本当に北朝鮮の今の苦しんでる人たちもそうだし、脱北して日本に、今は一応ね、こう安心して暮らせるようになってる人たちも、自分の生まれた国に対するね、こう、懐かしい、もう一回、戻ってみたいっていう思いもよくわかりますし、拉致された被害者のね、人たちも日本に戻りたいって、今のキム・ミョンジュさんのように必ず思ってるはずですから、そういうふうに、なれるために、北朝鮮のあの体制が早く終わることを一緒に、これからも訴えていくのを一緒によろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ミョンジュさん、本当にありがとうございました。また、お会いできるのを楽しみにしてます。はい。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。失礼します。はい、失礼いたします。ミョンジュさん、ありがとうございました。うん。まあ、本もね、ミョンジュさんは多分、どういうふうに執筆されたのか、朝鮮語で書かれて、お母さんが、翻訳されてるので、日本語、苦手なんだそうです。でもね、すごく、丁寧に、こう、どういうふうに言えば、聞いている人だったり、私に伝わるかということを、一生懸命ね、こう、模索されながら、丁寧にお話ししていただけたんじゃないかなと思います。これね、ぜひね、読んでいただきたいんです。今までになかった脱北者の証言が詰まってます。
もちろん、ミョンジュさんが言ってたように、キム・ミョンジュンさんっていう、一人の男性がね、自分のこう記憶を思い出されて、幼稚園時代だったり、小学校時代だったり、中学で、まあ、高等学校かな。で、そこからちょっとこう、悪いことなんかもね、友達と仲間とでこう、したり、食べるためには盗みだったり、あと、家族のね、お金をね、ちょっとこう、くすねて、博打をしたりとかですね。あと、苦しんでる時に、薬がない時には、アヘンをね、北朝鮮の人たちは、まあ、モルヒネ成分ですよね。アヘンを使って、鎮痛剤代わりに使ってたりとか、本当にね、びっくりするようなことがね、いろいろ書かれてます。初体験のこととかもね、彼女ができて初体験をしただったり、その北朝鮮の中のカップルが、まあ、そういう、まあ、恋人同士のね、まあ、性行為だったりを、こんな場所でね、してたんだだったり、本当に、なんていうのかな、あるまま、そのまま書いているので、すごくね、こう、あ、北朝鮮の人たちも日本人と一緒だって、あの体制さえ変われば、何も変わらないんだなって、民族が違っても同じ人間で感じることも、家族間の、わだかまりだったり、喧嘩だったり、団らんだったり、友達との喧嘩だったり、なんか治りだったり、こう、自慢し合ってみたり、女の子をナンパしたりね、本当に日本の人と、あ、一緒だねって、もう何も変わらないねって、共感できる人と人なんだなっていうのがよくわかる素晴らしい本です。で、こういう書き方で、こう、ありのままにここまで、あるがままを書いてくれてる本って珍しいので、ぜひ、読んでいただきたいなと思います。すごく北朝鮮に対するね、意識が、また違うところがね、こう、なんていうのかな、目覚めるような、いい本ですので、ぜひ読んでいただきたいなと思います。で、最後、闇市がね、食料配給がなくなって闇市が、起こっていくんですが、もうそこも、まあ、ある意味、体制、まあ、経済的な体制が崩れていったからこそ生まれてきた自由とも言えるというふうに、三浦先生が最後に、後書きで締めくくられていて、確かにそうだと思います。はい。来週のゲストはですね、あ、はい、増本さんに出ていただきます。増本さんに久しぶりにお話をいろいろとね、お伺いしたいなと思っております。ですね、こんなニュースが、コピー。これ、増本さん、ダメか。ちょっと出ないか。ちょっとコピペしたかったんですけど、URL が長すぎて。2月なんですけどね、先月の。仙台市長さん、ですね、女性の仙台市長さん、仙台市の、なんて読むのかな、これ。村さん？なんて読むのかな？郡さん？ごめんなさい、読み方ちょっとわからないですけど、増本さんにですね、あ、仙台市っていいなと思ったんですけど、外郭団体とか市とかの職員さん皆さんからですね、3541人分の署名を集めて、あ、氷さん、はい、ありがとうございます、じいさん。はい、3541人分ってかなりの、数だと思うんですよね。その署名を集めて、
松本さんにね、渡されたというニュースがありました。こういうところもお聞きしたいなと思います。あ、この写真。こんな感じで。はい。ねえ、こういうふうになんか市長さんがこんな3000部も集めてくださって、市長さんが集めたんじゃなくて、まあ、市としての取り組みとしてね、集めてくださったんだと思うんですけど、まあ、コロナ禍になってからなかなかね、活動が、ちょっと進まなかったので、まあ、そういうことも多分、あったんだと思うんですが、仙台市がね、こういうふうにこう、署名を3541人分も集めて渡してくださったことに、松本さんも感激されていました。で、渋谷でね、例えば、松本さん、署名活動されてるんですけど、そういう街頭で2万人に声をかけたが100人も集まらなかったと。そうなんですよね。なかなかやっぱ街頭で、拉致問題をね、風化させてはならないということを、まあ、被害者ご家族の一人として、また、元民主党の国会議員の方なんですね、この仙台市長さん。へえ、そうなんですね。知らなかったです。松本さんね、チャンネル桜さんで、拉致問題アワーのキャスターも長く務めていらっしゃいますし、私ね、松本さんってね、ものすごくリアリストで、勉強家で、ね、世界情勢とか日本の政治についてもものすごく細やかに、なんていうのかな、情報をきっちり取られて、精査されて、変にね、こう、うがったというか傾いた、どちらかに傾いたね、こう、変更した考え方をおっしゃれない、すごくね、有識者としても本当に立派な方だなと、思ってます。思ってますってか、そうだと思います、松本さん。本当にしっかりされてるなと思います。松本さんって、特定失踪者問題調査会のね、副代表さんもされているんですよ。はい。ね。で、拉致被害者の家族の方が調査会の方で副代表もされているっていうのは、両方をね、こう繋いでくださってて、大切なお立場だなと思います。まあ、いろいろお話、お聞きしたいと思います。月さん、上のやつ出してくださいね。私も出そうか。スクーカイ埼玉さん主催で、まあ出しますね。はい。あ、いけるかな。ありがとうございます。出せないわ。あ、リクエストね、ありがとうございます。はい。面白いです。本当に面白いです。あ、竹本さん、ありがとうございます。3月26日、日曜日、朝10時から、お昼の1時まで、上野駅前付近で、すべての拉致被害者救出を求める街頭活動を行います。いつもと同じ場所でしょうか。西郷さんの、上野公園の西郷さんの銅像があるところからこう階段を降りてきたとこですかね。はい。3月26日、雨が降った場合は4月1日土曜日、同じ場所、同じ時間帯で署名活動を行いますということです。はい。テンポイントさんが、珍しく5時を。珍しいですね。形成って読むんですかこれ。形成なのかな形成上野公園の下。何て読むの読み方、インコの、あ、京成電鉄とか、合ってますね。はい。
そう、上野の署名は、過去にも、私の関東の仲間も、何度か参加させていただいて、来てま、出しましょうか。はい。野草会のね、劇団員の方とか、これは、多田さんが持ってるのかな？月さん持ってるやつ？多田さんかな？中良恵沙恵さんと奥の方に野伏監督も見えますね。はい。あ、これは違うねんね。今年は劇団の方は参加されるかどうかちょっとわからないですけれども、どこまで出していいの写真。許可もらってるのこれ。あ、もうちょっとね、許可もらってない方の写真やめとくった方がいいかな。まあ、こういうふうに、藤田隆さんもね、はい。あ、はいはいはい。藤田隆さんもよくね、署名活動参加されていました。今ちょっと闘病中なので、今年はね、もう参加は叶わないんですが。あ、そうなんですね。野伏監督、前半は大丈夫のようですと、今、救う会埼玉の代表の竹本さんがコメント書いてくださいました。そうそうそう、この頃花冷えって言って、あったかい日と寒い日がありますよね。はい。ぜひ、行けるよって方は、ご参加してくださいませ。うん。一人でも多くの人にね、参加していただけるとありがたいです。署名活動参加が、まあ、難しかったら、まあ、署名だけでも、はい、していただけると嬉しいです。ちょっと。ね、救う会埼玉さんも長く続けてくださっています。来週、増本照明さんが、久しぶりにゲストでご出演してくださいます。ちょっとね、今日やっぱり、お写真、一瞬は出したんですけど、まあ、やめときますね。今日は、脱北者の、キム・ミョンジュンさん。はい。北朝鮮やさぐれ記で検索していただいたら、アマゾンで、買えますし、なんていうの？電子版？ネットで読むやつも買えますので、はい。ぜひよかったら読んでみてください。本当にこう、目から鱗が何個も落ちて、私も北朝鮮ってこういう国だって、国民が誰一人こう、なんていうのかな、生き生きとは暮らせてない、特に庶民の人たちは、国だみたいにこう、暗いイメージ持ってたんですけど、そんなことないなって思いました。やっぱり、恋人同士はキスもするし、エッチなこともするし、ナンパもあるし、二股みたいなこともあったり、いじめられたらいじめ返したり、喧嘩して殴ったりね、離婚もね、で、裁判所に申し出してできるんだなとかね。たくさん新しい情報が入って面白かったので、ぜひぜひ読んでください。で、後半はね、本当に、300万人の餓死者がどれほど、悲惨な状態だったか、その死体の埋葬をずっとこう、刑務所に、ね、収監されてた、囚人だった時のミョンジュンさんはやってるわけですね。もう倉庫で山積みになってこう膨れ上がった死体だったり、その壮絶なね、描写だったり、まだまだまだ私がもうネタバレ当たり前ですけど、しきれてない内容があって、今日、ミョンジュンさんがいろいろ思い出してしまうと、思い出してしまって眠れなくなるって言った意味がね、まあ、本読んでよくわかりました。もちろん本に書ききれてないこともいっぱいあると思いますし、でも北朝鮮の実情がよくわかる内容ですので、ぜひ、読んでみてください。よろしくお願いします。はい、じゃあ今日の配信終わります。
ありがとうございました。おやすみなさい。見上げた空は続く。